はい、どうも、ファイヤーエムブレム、暗黒竜と光の剣の今回は、ノーマルモードにしか収録されていないプロローグ、序章をプレイして、序章でしか加入しないキャラクターを見たい。その昔、大陸は竜人族の王、暗黒竜メディスに侵略され、人々は恐怖と絶望の中にあった。しかし、奇跡は起こった。大陸の一地方、アリティアの若者が、真剣を手に暗黒竜を打ち倒したのだ。大陸は再び平和時代を迎えた。だがその100年後、暗黒竜は復活した。世界支配の野望を持つ魔王と手を組み、大陸の国々を攻撃。大陸は再び闇に飲まれつつあった。かつて暗黒竜を倒した英雄の血を引くアリティアの国王は、暗黒竜を倒すため神剣を持って出撃。その一子マルス王子は母や姉と共に、隣国の同盟国の守備兵たちと父王の留守を守りながら、ブンブンの修行に励む日々を送っていた。そんなある日の夜。さあ、プロローグ序章にしかいないキャラクターが2人いるわけですけども、その1人がね、ノルンって言うんですけど、超可愛いんですよ。そのキャラクター見たいと。でこのゲームね、難易度が6段階あって、で一番簡単なのがまあノーマルで、そこからハード1から5っていうのがあるんですけど、ハードの1から5にはその2人のキャラいないんですよね。つまりハードにはプロローグが収録されていないからです。でハードモードはよくプレイしたんだけども、ノーマルはねほとんどプレイしたことがないので、まあこの機会にプロローグやろうじゃないかということです。 まあチュートリアルみたいなもんですね。じゃあまず環境で、ゲームスピードを速くしておく。あとメッセージスピードも最速に。こう独特の兜だよね。かなり視界が狭いですし、難しい兜なんじゃないかなって思いますね。あと命令も聞こえづらいだろうな。耳とか開いてないですからね。でしかもこう全部の重量を首で支える形になってるから、結構首きついだろうなって思いますね。これはね、しかも結構タイトですよね。息するのも結構大変だろうなって。さあ、小野兵が2人来ました。まあ問題なく倒せるようになってますね。まあレイピアって鉄の剣ってありますが、威力は同じですよね、基本的にはね。レイピアには特攻がついてますけども、まあ、騎馬兵に対する特攻なので、この辺に対しては鉄の剣でも OK です。敵のターンで反撃を加えることを前提にユニットを配置します。まあ、このマップは普通にやってても大丈夫ですね。ガンガン前に行って大丈夫です。で玉座取られたんで奪還する。まずこいつに反撃を加えて、まあとどめは反撃で加えればよし。で攻撃を加える。ただしダメージが少なくなってますね。玉座の上だと防御効果と回復効果がありますね。まあでもなんとかなるようになっている。回復入るけども、これで決まるかな。当たれば命中80ですけども、運が悪くなければよしよしいいですね。どうかな。お、守備上がりましたね。いい感じです。守備と力 HP 上がりましたね。でこいつは反撃が倒せますね。でこれ制圧っと。お、姉貴来た。姉貴がねかなり無謀で困るんですよ。背後から攻撃されたね。まあ、このゲームだとよくありますね。まあ、始終背後から攻撃されてますね。まあ、攻撃される方はすごく多いですね。日常茶飯事すぎて困ります。だからまあ一方向のみの警戒防御をするのはまあ同じみたいなところがありますね。そういう状況をいかに作るかみたいなところはある。姉貴が残る。姉が侵害になる。じゃあセーブしておきますか。序章の章ですね。章。
はい、ここでフレイとアベルが仲間になりました。で、まあ両方とも強いんですけども、やってフレイの方は使わないでいきますね。これはあのプロログ、ノーマルのプロログのみの加入のキャラですね。もちろん使っていくこともできるんですけども、序章では1人イベントで外れますね。で、戦士ではこのフレイが外れることになっているので、まあ、今回もそれに準ずる形でしようかなと。まあ、これは問題なく倒せるね。で、アベルは鍛えていきたいんで、積極的に経験値を与えていきたいかなと。オノヘイが攻撃かけてくるか。で、フレイの装備をアベルに渡しておく。まあ、離脱に備えておきます。はい、オノヘイがフレイ。で、急兵がいるから気をつけると。射程2で攻撃してくるってことですね。弓兵がここまで移動してきて攻撃かけてくるので、ギリギリの範囲に移動して、で、こいつを関節攻撃で倒す。まあ、こいつを倒すのはあのついでですけど、この弓兵はマルスで1回じゃ決まらないけども、次のターンでいけそうです。で、弓兵が来る。で、これを手槍で反撃加えて、次の一撃で倒せるね。お、アベルはこっち、アベルの方に来たか。お、レベルアップ。 HP、 バズ、速さ。マルツがいければ弓兵を倒したいところ。うん、いけますね。うん、十分いける。これ経験値うまいですね。で、右側にもう一人いますので、こいつも手やりで。うん、反撃を加えますね。命中75ですが、当たりました。さあ、これを倒したいところですけども、剣でもいいけども槍で。槍の命中はやや低いですけどね、まあ、できれば槍鍛えていきたいかなと。剣よりも槍の方が優遇されてるゲームです。うん、これは1回でいけるね。命中も100だし、これ追撃入ることができます。うん、HP、速さ、幸運。おい、じゃあ制圧と。ここでジェイガン来る。ジェイガンは序盤の強キャラですよ。いずこにおます。で、カイン来る。カインも育てるとかなり強くなりますね。フレイとアベルとカインだと一番強いのが育てるとね、フレイ、アベル、カインの順番かな。でも3人ともかなり強くなる。序盤の強さでいくとアベル、フレイ、カインの順番かな、多分。モロドフ来た。姉は残る。シンガルとなってみんなを逃すために残るんだね。時間を稼ぐんだって。まあ正直意味わかんないよね。正直全然意味わかんないんだけど。いいダクダクと、ダクダクと従ってしまうモロドフ。無能です。モロドフ無能です。こうしてマルス王子はジェイガンたちと共にアリティア城を脱出することに成功した。だが、さらに過酷な運命がマルスたちを待っているのだった。さあ、序章の10。
親父は死んだ。まあ玉砕したんだな。まあカインだけは生き延びたって感じなんですかね。多分ね。カイン熱い男です。情報を得られる。本当に情報だけだから困るけどね。まあ行かなくてもいいんですけど。あとイベントのフラグだったりもするか、たまにね。で、旧兵が1名いると。まずはこの槍兵を倒すか。敵の攻撃の範囲外からね。先制効果を加えられないようにします。こちらから先制効果を加えます。敵の攻撃の範囲外に。おびき寄せて叩く、まあ、割とそういうゲームですよね。だけども先制攻撃できるときはそっちの方がいい。左上の砦を制圧するのが目的ですね、このマップは。さあまず旧兵を倒すと、噛んじゃいけないですね。カインにも経験値上げたいところですね。やっぱりアベルの方が強い。序盤はね。槍で。やっぱ剣よりも槍の方が、まあ、序盤やや優遇されてるかな。で、中盤とか終盤になるとさらに槍の方が強くなる感じ。なんと、上がらない。これは鉄の剣でいいね。まあ、なんだろう。上がんなかったらリセットするかもな。普通にプレイする場合は。ノーダメでした。J が強いです。序盤唯一の上級職ですからね。じゃその旧兵を釣りたい、じゃかったらその槍兵を釣りたいですね。で、手槍と手斧は関節攻撃も直接攻撃もできると。これ重要です。ただし命中が低い。ので注意。まあ、後で命中を補えるようになりますけどね。アベルの方に来ましたね。本当はカインの方に来てほしかったが。まあ倒しました。じゃあオタク訪問と。ジェイガンは強い。けども、あんまり育たない、育たないっていう話ですね。まあけども普通に使ってきますね。まあ特に今回はまあ序章だけのプレイっていうことなんで、まあ普通に使います。で、ここに敵を釣りますね。カインで釣る。経験値を与えたいかなと。お、いいですね。追撃。さあ、あとは斧兵が2人いる。ただし下のやつが関節攻撃ですね。で、旧兵がまた1人いると。敵を分散して釣ります。ここに、下に手やり、上に。鉄の斧を釣ります。で、魔導士が2人いると、この辺りで対処する。来ましたね。こいつは直接攻撃ですね。剣の方が有利なんで剣に持ち替えました。で、手斧が来る。こいつ関節攻撃ですね。これは手槍で対処する。当たるか。よしよしね。あと一発でいけるでしょう。まず下をカインで倒す。うん、当たるね。よーしぞ。さあ、こいつはマルスでと思ったけど倒せないですね。アベルでいきましょう。手堅く。ただし命中80ですね。槍は不利ですけども、斧に対して。でも当たりました。で、手槍をね、ジェイガーに渡しますね。マルスを経由して。ここで交換で、旧兵を倒す。いけるね。さあ、魔導士の排除にかかるぞ。その前に尋ねる。トルデリアセンブルが回復。
さあ北側に2名の魔導士がいますね。これは魔法の高いジェイガンで連れ出して倒します。ここですね。その交差する点に行けば両方とも倒せる。ここに移動して手槍で攻撃。2回いけますけど、いけるかな。両方ともアタックは倒せるか。ダメージは2、全然大丈夫です。ジェイガンのクラスはパラディン、魔法が高いのが特徴です。まあ制圧はできますけども、このターンで右の魔導士は攻撃かけてきますね。オタク訪問する。武器には回数がある。ゼロになると壊れちゃいますね。消滅しちゃいます。いけるかな、倒せるか。当たんなかった、まあ、ちょうどいいからマナスに経験値与えるか。問題なくいけるね。さああとは制圧するだけ。来た、モルドフ来た。よく面見せることできたよね。よく一人で来れたよね。オタクが残ればよかったじゃないの。オタクに言われたくないんだけど。オタクには言われたくない。無能なやつが生き延びるゲームです。そういうゲームです。まあ割とね、こうなんだ、犠牲を出しながら戦うっていうのが、まあ、このゲームのテーマになってる節はあるね。こう作り手の意図を読み解くと、そんな感じしますね。さあ、序章結。このマップが最後ですね。ジェイガンと合流したマルスたちはひとまず国外へ脱出を図るため、郊外の森に潜伏し、機会をかかっていた。やがて敵軍の警戒は緩やかになり、絶好の機会が訪れるが、マルスの心は姉エリスへの思いで深く沈んだままだった。タリスは、パートは違うな。最初のマップの島国ですね。プロローグは次のマップか。牢獄を抜けなきゃいけないんだよ。なんでなんだろう。で、鍵もらうんだけど、扉は2つあるんだよ。なんでそのルートにしたんだろうね。そこ問いたいところです。ルート選択間違ってないか。まあ、とりあえず3名敵がいて、でこの扉開けます。そしてここは牢獄らしい。ただしこの扉開けることはできない。で袋小路ですよね。でも抜けたとしても敵はさらに3名いる。あ、槍兵ももう1人いる。でさらに魔導士もいる。でボスは阻止やらないと。騎馬兵ですね。で怪しい砦が2つある。まあ、とにかくこのマップでは増援が来るってことですね。でさらに追っても来る。まず小野兵を2名、1人は手斧持ちですね。これ排除にかかる。こいつはあとは一撃ですね。じゃあ回の経験値にスルッと。うん、十分十分いいですね。うん、 HP 技速さ、これ2回一撃入るけど倒せないな。残っちゃいますね。
でもやんないよりはいいですね。お、外れた。ね、謎の罠が仕掛けられています。さあ弓兵が来る。お、外れた。 85% ですが外れましたね。手斧は当たりましたね。これが味方なんだけど、まあ、これに敵の服を着せて我が軍がこいつに攻撃をかけている間にどうのこうのみたいな、そういう話ですね。誰が引っかかるのかっていう情けない罠です。もう少しなんかなかったのかみたいな。じゃあまず手前の2名を倒す。これはいけるね。うん、鉄の槍でいけるでしょ。当たれば 95% ですが、よしよし。ついでに回復もすると、砦の上で。力、速さ、幸運、守備、いいですね。守備重要です。そこでとどめさせておく。回の経験値に。開けます。ジェイガンを北側に。回復。これ話す仲間になる。まあ騙されない当然騙されないけども、ゴードンはここで死ぬことになる。増票の名前も覚えている丸掃除、さすがです。じゃあさっきの弓渡しておこうか。攻撃の機会あるかどうか分からんけどね。誰かが犠牲になってしまうことがある。誰かを失うことや別の誰かが仲間になることがあるかもしれない。まあそういうテーマのゲームなのかな。なんかそんな風に作られてる感じのとこありますよね。さあ急変を釣りますね。イエーイ、必殺 5% のクリティカルがありましたね。で、アーマーが12名と、あとジェネラルが1名来ましたね。で、このアーマーが倒せないんだよね。防御が17ぐらいあるのかな。攻撃も2色あるんで倒せないです。こんなこともあろうかと。オモルドフの策で。あ、とりあえずモルドフはクビにした方がいいだろう。まあ、その砦におとり置くとアーマーがいなくなってくれると。だけどもおとりはいなくなります。まあ誰をおとりにするかは任意です。だけどもまあ、ハードで始めると、だから今こうやっているプロローグがカットされるわけなんだけども、フレイがいなくなったってことになってますね。だから、ここでもフレイを音にします。ボルドスがおとりならよかったんじゃないの。戦わないんですさ、十分生きただろう。はい、開けてくれる。なんで開けてくれるんだろうね。なんで開けてくれるんだろうね。これ
そう、やり兵が2名来ますね。じゃあアベルでこいつを倒す。いけるね。命中9値7。もう1名はカインでいきますか。うん、これもいける。こいつは命中100なんで、カインの命中いい感じですね。で、左上に魔導士がいるんだよね。これは最善な通りジェイガンに行きたいところ。これで反撃加えて倒す。よしぞ。あ、槍兵も来たか。外れる。村に行くといいものもらえたりしますね。孫娘が使われた弓、多分その孫娘っていうのが今回見ようと思ってるノルン、ノルンじゃないかなと。で、ノルン加入条件ですけども、さっきのおとり以外にもう一人犠牲にする必要があります。まあ今回ゴードンかなと。役割かぶってるからね、ノルンとね。そしたら倒しますか。レビアできるでしょ。うん、通訳も入るしできますね。このまま倒しておく。力があったのいい感じですね。はい、ペガサスナイトが来ましたね。増援で。ペガサスナイトに倒させます。ゴードンがここで戦死しないと、まあノルンは参加しません。だから、まあ、さっきも言ったけども、おとり以外に1名以上戦死者を出す必要があります。2名でも3名でも可能ですけども、まあ1名で十分だね。どうもなんかノルンとゴードンは育てるとノルンの方がやや強いらしい、ね、さあペガサスきましたけども、反撃を加えてあと一撃でいけるね。まあ倒されたらクリアできるけど、せっかくだから敵取っときますか。ゴードン、うん、倒せる倒せる。命中90消えますね。槍でけど外れる。まあ外れることあるな。そしたらアベルできますか。うん、いけるね。当てて、よしよし。もう一人も仕留めておくか。ジェイガンでいくか。鉄の剣だと通撃も払わないといけない。銀の槍で自撃。温存されがちな銀の槍ですけど、まあ今回プロローグだけなんでね、温存する必要。おお、修行上がった、いいですね。まあ必要な時はガンガン使ってっていいかなと。どうか来た。このゲームはかなり強いですね。来ましたね、ドロン来ましたね。かわいいですね。初めて見ますね。義勇兵ですね。まあ、フレイは、まあ、若干ネタバレ気味だけど、ここで戦死しないで瀕死の重傷を負って、でこれは新暗黒領ですけど、その次の作品の、新紋章で再び出てきますね。
さあでは、まあ、今回最後に見ておきますか、ノルの能力値を。でこれが最初のマップですね。ぶっ潰される。シータ来る。まあシータはさておき、ノルなんと技が1しかないという。急変なのに技が1しかないっていう、まあ、つまり命中低いってことですよね。あのドジっ子キャラらしいから、ドジっ子キャラらしく技が1しかない、技が1しかなくて可愛いですね。最高ですってことなんで、まあ、この実況、このゲームの実況をやるんだったら、まあ、ハートでやりたいんだよね。でハートで始めると、まあ、ノルはノーマルだけの加入なので、だから使えないんだよねっていうことですね。まあ、今回、まあ、ノルを見られて幸せです。はい、じゃあ今回はここで終わりします。ご視聴ありがとうございました。